2週連続優勝っていうのは週の頭から意識されていましたか？はい、いや全く意識してなかったです。最初にもそれは意識することなかったでした？はい、もう自分のプレーに集中してました。今とても調子が良さそうに見えますけど、自分が思う今の強さの秘密っていうのはどういうところにあると思っていますか？強さの秘密か、いやでもないと思います。はい、毎週毎週変わらずにやっていって、でも最近は攻めることができているので、ピンまで打ってこれてるのがいい結果につながってるのかなと思います。いつも笑顔でいられるポイントは？いつも笑顔かって言われたらちょっとそうでない日もありますけど、でもやっぱ自分が楽しんでれば自然と笑顔になると思うので、来週からも笑顔で頑張りたいです。おばあちゃんってどんな人ですか？おばあちゃんはそうです、ちっちゃい頃から面倒見てもらってて、はい、まあもう今は可愛い存在です。はい、今一番好きなクラブ？好きなクラブ、ドライバーは好きですね。はい、先週の優勝から何か変わったことってありますか？いや、ないです。7歳の娘が岩井さん、岩井姉妹と同じ舞台でプレーすることが夢です。もう明恵さんの今の夢は何ですか？夢ですね。でもやっぱ海外メジャーで優勝とか、あと千里と一緒に最終日最終組だったりとか、まあ、いっぱいあるかなと思います。はい、改めて多くの人が会場にも放送でも配信でも見てくれていました。改めて皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、3日間まずは応援ありがとうございました。皆さんのおかげですごい力をもらえて、優勝につながったと思います。また18番とか少しでも楽しんでいただけたらいいなと思ってチャレンジしたんですが、またこれからも、いっぱいチャレンジして皆さんに楽しんでもらえるように頑張ります。